ブリジット・リンといえば、日本ではドラゴン特攻隊、恋する惑星といった作品で知られ、東南アジアでは国宝級の美女と呼ばれるほどその人気ぶりは高く、これまで香港、台湾映画界をベースにあらゆる役をこなしてきたが、やはり彼女の人気を不動のものにした作品は1986年公開、ポリスストーリー以降である。あのバッサリ髪の毛を切り、ボイッシュな感じが見事彼女のイメージチェンジに功を奏した。その人気ぶりを支えているのも、どこか女心を微妙に感じさせる雰囲気といい、役のキャラクターが変わればいろんな彼女の要素が見られるという、その役柄に染まってしまう感じが特に魅力的なのだと思う。彼女は1954年11月生まれで、ジャッキー・チェンとは同じ年である。映画界入りのきっかけは、大学受験中に街角でスカウトされ、両親の反対を押し切ってまで芸能界入りをした。その後数々の台湾や香港映画に出演し、その美貌ゆえ多くの共演者たちと浮き名を流した。その名前だけでもチン・ハン、チャールズ・チン、ジミー・ウォング、ケニー・ビーなど濃い大きい女性であったことが伺い知れる。その彼女にとって映画人生の当たり役が92年のスウォーズマンで、妖艶な摩訶不思議な東方腐敗を演じたことだ。このスウォーズマンで香港中が彼女の演じたキャラクターに湧いた。以降こうした一風変わった古装型なる武教時代劇がブームとなり、その火付け役がいわばブリジット・リンであったのだ。彼女がポリストーリーに出るきっかけとなったのが、その前年ドラゴン特攻隊でジャッキーと共演したことが、このシリーズのヒロインへとつながった。なのでドラゴン特攻隊で共演していなければ、これほど目覚ましい活躍もなかったと思う。先ほどこの映画で髪の毛をバッサリ切ったと言ったが、これを提案したのはなんとジャッキー・チェンなのだ。ブリジット・リンも髪を切ることに最初は難色を示したが、ジャッキーのたっての要望には逆らえなかったようだ。そんなジャッキーとブリジットはドラゴン特攻隊が初顔合わせだと思いかもしれないが、実はまだジャッキーがブレイクを飾る前からチャールズ・チンを通じて私生活で親交があった。彼女は恋する惑星以降、結婚を機に芸能界を遠ざかってしまったが、時折台湾や香港のバラエティ番組なんかには顔を出し、元気なところを見せている。しかし映画には出演していない。その後作家として復帰し、少女作を出版した。この本は彼女が7年かけて書いてきた、これまでの出演した50本の作品や亡くなったレスリーちゃんのことなどが綴られている。ただし日本では翻訳されていない。なのでぜひ翻訳された本を読みたいものだ。ご視聴ありがとうございました。